以看看这个店。这么多就是要提高大门。要喊。但是那边没动。这楼梯不怎么能让你在旋转的。哎呀，接着走。大丈夫，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 大丈夫呀。こんなしょうがない。おい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 。何ちゃん、大丈夫よ。じゃ今日がシャンプーコースをしていくようになるので、爪切りと耳掃除と足裏バリカンと肛門腺絞りとあとシャンプードライのこのコースをやってもらうようになるのでよろしくお願いします。はい。で最初爪切りからやっていきますね。あんまり持ち上げすぎちゃうとワンちゃん痛くなって嫌がる子になっちゃうんで軽く上げてもらってで爪を切っていくようになるんですけど爪切りの持ち方っていうのがこのまっすぐの方とちょっと曲がってる方があるんでうちのまっすぐの方に親指を添えてもらってでここに爪をこう入れてパスッと切っていくようになるんですけど爪はるちゃん多分白い爪と黒い爪が混ざってる子なんで。白い爪だったら血管がピンクでちょっと分かりやすいんですけどこの白い部分が切れるとこですねこれ以上切っちゃうと血管に到達しちゃって血が出るのでここまでは切らないようにしてもらって黒い爪だと血管が全く見えないんで分かりづらいんですよ多分白い爪の方が切りやすいと思うんですけどとりあえず端っこから切っていきますねでここに爪を入れてパスとで最初は断面が白いんだけどどんどん切っていくと血管に近づいてくると若干中央が黒なんていうのちょっとだけ変化してくるんだけどいやいやねちょっと嫌やね真っ白やったのが痛いね ちょっとだけ、ちょっとわからんか大丈夫さっき真っ白やったのがちょっとなんか黒っぽくなったらわかるかな大丈夫これが血管の先端になりますだけど多分ここまで切っちゃうと血が出たりするんで最初はもう先の方だけ切ってもらったら大丈夫なんでここまではいかなくて大丈夫大丈夫お母さん白い爪だったらもう先の方だけこうやって押してもらったら先端がくるくるって回るんでそれを軽く爪の外側に優しい力でくるくるってしてるとすごい勢いよくやってくるんでもし爪切りが怖かったら爪切りとかでやってもらったら全然これだったらはるちゃんもそんなに嫌がらんと思うんでこれをくるくるっと当ててもらって毛をちょっとかき分けてくるくるっていうかもなこれ、うん、そっちの方が便利かもしれないですね、うん、怖いしはるちゃん落ち着いてますねこっちの方、うん、こっちの方がいい、うん大丈夫だ。いい感じでやっていってもらいます。ああ、大丈夫。でもし嫌がるようだったら、お家側も2人で1人切って1人なるだけでも、手の方がはるちゃんが落ち着くかなと思いますね。で、状態で、足を上げて、で、左手の爪切りを、そう。そういうふうに持って、毛をちょっとかき分けてで爪の先端だけをそう、いい感じだね爪に当ててあ、ちょっと行き過ぎかもあ、そうだね、スパッとあ、いい感じ、いい感じすごいその感じでもう4本切っていこうかあとはやすったら大丈夫やけんあんま深くやったらいかんで、ね、いけるねあ、上手いい、思い切りがいいと思いますいい感じお姉ちゃんの方が落ち着いてるのかなほら、暑い違うね、怖いね緊張してハーハーしてるんですよねあ、いい感じ上手やんあと最後、こっちの外側の爪だけしてみます
爪切りの持ち方で前からスパッと切っていくんやけど、ただ黒い爪の子なんて血管が見えんけん、あんまり切りすぎんようにだけ気をつけてもらって、スパッともう勢いよく切ってもらって、いやよね、前足ちょっと苦手なんでね、えらい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 、勝っちゃうかもしれんけど、これでも切ろうと思えば切れるは切れるけど、もし嫌がったらもうやめてもらって、気が悪いよね、いやいやね、じゃあ落ち着いてきたね、すごいすごい、後ろ足よりも前足の方が多分抱っこするときおねだりするだけ、こうやってやったりするかもしれない、いや念入りに前足の方が痩せてもらった方がいいかなと思います。じゃあやってみようか。